ヒココロザシエラは、香港の俳優、映画監督、プロデューサー及び司会者である。祖籍は、バイケンクの発火人である。16歳の時から、プロのサッカー選手として活躍して、香港代表にも選ばれていたが、怪我のために引退。その後、映画界に転身した。当初は、スタントマンとしての活動であったが、1980年頃から、俳優として映画に出演するようになり、 今や香港映画には欠かせぬ俳優となった。その現役は非常に幅広くインファナルアフェアでの黒社会の統領から芸の男性役、シリアスなドラマからコメディまでありとあらゆる役をこなす一方、1981年にはサミュエルホイエンの悪巻探偵の監督を務めるなど、早くから数多くの映画制作を手がけている。今は 映画制作会社の取締役を務める一方、年間数本の映画に出演し続けている。1991年には、愛という名のもとに、で、第11回香港電影金像、進むの最優秀主演男優賞を、1997年には、ラブソングで、第16回香港電影金像、進むの最優秀助演男優賞をそれぞれ受賞している。また、 1998年にはホールドユータイトで第35回金馬進む最優秀女演団優勝を受賞した。彼のもう一つの顔はテレビの人気司会者としてである。特に香港の TVB で放送されているゲーム番組進む門人シリーズは1995年の放送開始以来一旦2005年に放送終了したものの、 2008年からは3年ぶりに新シリーズが放送開始されており、平均30%以上の高視聴率を誇る人気番組である。香港においては知らぬ人は存在しないとまで言われるほど、抜群の知名度と人気を誇っている。ありがとうございます。